SC 相模原ピックアッププレイヤーワンオンワン、というわけで今回は、この方に来ていただきました、29番藤沼拓夢選手です。よろしくお願いします。このワンオンワンは、SC 相模原、公式ライターの私北健一郎が、選手の、それぞれに深く迫っていくという企画となっています。というわけで藤沼選手に早速ちょっと聞いていきたいんですけれども、まずですねそのサッカーを藤沼選手が始めたきっかけって何だったのかなってちょっと教えてほしいんですけど、きっかけはですね、親に、なんかスポーツでもやってみたらっていうので、野球かサッカーが、小学校のチームであったんで、どっちか入りなっていうのを言われて、最初サッカーの体験に行ったんですけど、したら楽しくて、で、その後野球の体験には行かず、サッカーにしました。なるほど。もうそこで運命の選択をしてたんですね。多分野球だったらもうすぐ潰れたと思います。そうですか、はい、野球もなんかうまそうな感じしますけど、関節にめちゃめちゃ弱いなとか。そうですね。なるほど。藤沼選手というか匠っていう名前が結構印象的だなと思うんですけど、はい、これってどういう由来で付けられたんですか？字のごとくと言いますか、自分で、自分の夢を切り開いて、いける子になってほしいっていう、思いからつけてもらいましたので、実際その夢をこう叶えていくわけですけど、サッカーで今大宮アルディージャの、アカデミーに入るじゃないですか。これってどうしてそこに入るのか。大宮のアカデミーはですね、声をかけていただいて、はい、で本当に、大宮のアカデミーっていうのはサッカーだけじゃなくて、サッカー以外のところにもすごい重きを置いていて、人としてもすごい成長できる場だなっていうのは話してて思ったんで、それで、入りました。もともとあれだったんですか、大宮 RD じゃなくて大好きだったんですか？それは全然なかったんですか？はい、埼玉県の子供たちは、まずは赤い方に行く。赤い方に行く。じゃあ赤い方じゃなく、オレンジの方に、入ることになったと。はい、そうです。なるほど。じゃあ赤い方にちょっと未練みたいなのはなかったんですか？全然なかったですよ、それは。あ、なるほど。でもあれじゃないですか、藤沼選手は子供の頃って赤い方っていうか、浦和レッズは結構強かったみたいですか？そうですね、覚えてないんですけど、いい外国人選手がいっぱいいた記憶はあります。なるほど。そこで大宮で、サッカー、プロの、ユースというか、そういうところで始めたわけですけども、実際、藤沼選手にとってその大宮で学んだこと、その人間的なこともそうですし、サッカー選手としてはどういったところを高めていたんですか？そうです。本当に、基礎的なところ、止める、蹴るだったりとか、あんまりそういう基礎的な部分を、小学校6年間で習ってこなかったで育ってきたので、本当に初めてそこでそういうことを教わって、でやっぱ、周りの人たちに比べて自分はすごい下手くそだったし、だから、全然試合にもうまく絡めずっていうのを、そうだったの、中学生ジュニアユース時代はあったので。本当に一から、サッカーを教えてもらったと思います。藤沼選手の当時からというか昔からの強みみたいなものってどこだったんですか？スピードは、はい、もともとあって、あとは、ドリブルだったりとか、そういうところですかね。じゃあでもそんな武器がありながらもなかなか試合に出れない時期を過ごしてた。そうですね、はい、完全にスタメンっていう感じではなかったですけど、ね、じゃあそこから、高校になって一気にまたちょっと伸びたみたいな。そうだと思います、はい、ちょっと、高校に入って、技術的なところももちろんそうですし、フィジカル的なところも、アップしてきたので、そこで一気にグーンって伸びたなっていう時期はありました。でもちょっとご覧に、なるっていう方に見せたいぐらいなんですけど、とにかくね、すごいさ、体が、もう上半身もすごいし、ふくらはぎもすごいし、これ何、
もともとこんなになんかがっちりしてたんですか。いや、もともとはもうガリガリだった。ガリガリだったんですか。もう全然華奢な体してたと思います。じゃあ何、後付けで、後付けで、まあ、いわゆる筋トレを高校年代から始まって、はい、そうだったんだ。こうなりました。なるほど。あの高校で、まああのね、年代でちょっとフィジカルも鍛えて、まあ、大宮ビジョントップに昇格するわけじゃないですか。プロ選手になれるっていうのが決まった時ってどんな感じですか。そうですね、その時は、まあ、まあ、素直に、まあ、嬉しかったっていうのと、うん、まあ、でも、なんでしょうね、プロになることが夢ではなかったので、うん、まあ、あくまで、そこは通過点の一つかなっていうのは自分の中で思ってたんで、まあ、それがその高校卒業のタイミングになれるっていうのは、まあ、すごい、そこは素直に嬉しかったですけど、決してなんか、満足してるっていう感じではなかったです。トップに渡部大輔選手もいたわけですよね。もう本当アカデミーの、まあ、大先輩だったと思うんですけど、一緒になって、なんかマッチアップをしてたんですか。そうですね。すごいバチバチ、大輔君とは、うん、やってた記憶は僕はあります。なるほど。はい、いい先輩でした。1年目入ってきた時はちょっと怖かったです。怖かった。どんな感じだったんですか。なんでしょうね。でしょうね、別にその怒られるとかそういうのじゃなかったんですけど、うん、多分大輔君もめちゃめちゃおしゃべりって言ったらないですよね、うん、なんでこう、まあ、1年目っていうのもあって自分から行くのもちょっと先輩に行くのもちょっと気が引けてた部分もあったんで、それで話しかけづらさはちょっとあったんですけど、今となったら全然そんなことないです。なるほど。でもまあ、1年目なかなかその試合に出場できなくて、で2年目に、の7月に栃木 SC に現地移籍で、翌年は、グルージャ盛岡、そしてその翌年はブラウブリッツ秋田に、まあ、3年連続で現地移籍をしたんですが、これはどうしてというか。そうですね、やっぱり、まあ、試合に出れなかったっていうので、やっぱ、いろんな人と相談して、うん、まあ、サッカー選手であるからには試合に出ないと意味がないよっていうのを、はい、アドバイスしてもらったりっていうので、まあ、そのタイミングで夏栃木の方から声をかけてもらって、うん、それで決断しました。まあ、栃木で、まあ、1年目から12試合に出て、そこで J リーグ初ゴールも決めてます、はい、で翌年は盛岡で29試合に出て6ゴール、秋田では22試合7ゴールで、まあ、行ったチームでそれぞれ結果を出してきたわけ。俺もう大宮でこれ出れるんじゃないかっていうのってなかったですか。それはめちゃめちゃありました。ありました、うん、はい、やっぱりまあ、ただ、レンタルで外出てただけじゃなくて、やっぱそうやって結果も残してきたし、まあ、全然、まあ、レンタルで出てたチームの環境が良くなかった、うんうん、でもその中でもタフにやれたことは自分の中で自信になってたので、はい、そういった意味でも大宮に戻ってきて結果残せる自信はその時はすごいです。なるほど。ただ、まあ、ここで藤沼選手のサッカー選手のキャリアにとって大きな転機が訪れるんですけど、まあ、秋田にいた2019年の9月に左膝前十字靭帯損傷、これはどんな状況でだったかって覚えてますか。これは、はい、リーグ戦で、うん、まあ、試合の終盤だったんですけど、まあ、軽い接触から、うん、自分の足のつき方が悪くて、で、はい、もう膝から変な音がして、聞こえたと。そうですね、もうしちゃいけない音がしたんで、しちゃいけない音だから、はい、これはやったなっていう感じで、はい、それまで大きい怪我にしたことはなかった。腕の骨折とかですか、ね、はい、サッカーやってる時に、サッカーやってる時に、はい、でもそれとは全然ちょっとレベルが違うな。そうですね、足の毛が大きいなのをしたことがなかったんで、すごい最初は驚きしました。なるほど。そこから、まあ、復帰までっていうのは大体どれぐらいかかったんですか。まあ、その前十字っていわゆる、まあ、6ヶ月から8ヶ月っていうんですけど、うん、最初の時は10ヶ月ぐらいかけました、ね。うん、ボール蹴らないでそのリハビリをしてる間ってどんな生活なんですか。いや、しんどかったです。しんどかった。しんどかったです。まあ、
走ってばっかっていうのもありましたし、うん、長いんですよね、やっぱり長い長いですし、まあ、あとは本当に最初の1ヶ月、2ヶ月目とか地味なことを本当にちまちまやりながらっていう感じなんで、しのぶですね、はい、でもピッチに戻るっていうことを目標にしてがあったから頑張れたって感じですか。そうですね、まあ、全然ありましたし、まあ、前十字って別に前提のない怪我じゃない、はいはい、やってる人はやってるし、るまあ、ちゃんとそれで復帰してる選手もいっぱいいるんで、まあ時間さえかければ復活できるもんだなと思います。そこは大事。まあ、そして2020年は大宮に、まあ、復帰して、まあ、大宮でまあさらにリハビリもされていたと思うんですけれども、まあ、そこから復帰を果たしたわけじゃないですか。で、まあ、もうここで、ついに、まあ、なんだろう、大宮の選手としてやるぞっていう矢先にまた怪我をしてしまったんですよね。そうですね、はい、正確には完全復帰はしてないんですけど、ね、うん、さっき言った、10ヶ月かけたって言ったんですけど、うん、本当にその10ヶ月目で、もう一回再断裂してしまって、もう本当にあと2週、3週ぐらいでも練習全部入るよっていう段階だったんで、その手前で、再発、同じところを怪我してしまいました。なんかちょっと想像を絶するんですけど、その時のことって、だってもうせっかくリハビリをずっとね、10ヶ月かけてやってきたわけじゃないですか。でもうようやく戻れるゴールが見えるってところでもう一回またゼロに戻っちゃうっていうか、どうでした？となんか聞くのすらちょっと苦しいぐらいなんですね。そうですね、まあ、何でしょうね、まあ、その時は もちろん、めちゃめちゃ泣きましたし、うん、あとはその場で、まあ、ドクターから、まあ、これはもっとオペが必要だと切れてるなって言われて、まあ、その後軽く説明もされたんですけど、まあ、後日聞いたら、もう全くその時のこと覚えてなくて、こんなこと言ったんだよって言われたんですけど、全く覚えてなくて、本当に頭が真っ白になって、こういうことになっちゃったなっていうのもあって、まあ、あとは、まあ、それまで一緒に、10ヶ月一緒にやってくれたトレーナー、リハビリ一緒にやってくれたトレーナーさんとかにも、すぐ電話かかってきて、まあ、申し訳なかったっていうのを言われて、いや、まあ、その申し訳なかったっていう必要も全くないので、そういうこと言われるのも逆にちょっとしんどかったし。まあ、あとは周りの選手とかスタッフもすごい温かい言葉をかけてもらったんですけど、それもなんか逆に辛かったし、しんどかったし、そうですね。だから、その時はまあ本当に落ち込みましたね。はい、もう、なんだろう、何もやる気が起きないとか、そういうレベル？そうですね。結局、一から、本当に地味なことをやってきて、うん、全部やってきた内容が分かってたんで、うん、それをもう一回一からやるのかっていうのを考えちゃった時に、まあ、本当にやる気が出なくて、正直、まあ、クラブハウス行くのが嫌でした。そっからどうやってもう一回っていうふうに思えたんですか？まあ、最初の頃っていうか、あんまり何でしょうね、まあ、こういうことがあったから割り切って頑張ろうっていう前向きになったとか、そういうのはあんまりなくて、まあ、徐々にっていう感じだったんですけど、まあ、一番は最初の方とかクラブハウス来なくてもう大丈夫だよって言ってもらいたい、はい、何週間か家でいてもいいよっていうのを言ってもらいたいんですけど、まあ、プロである以上怪我を治すのも仕事っていうのを割り切ってたんで、それでもう診断された次の日からクラブハウスに行ったりして、でそういうふうに、まあ、やってたら、まあ、徐々にですけど前向きになれたかなと思ってます。ただ、まあ、大宮アルディジャで、まあ、その2020年に怪我をして、2021年 の、まあ、12月末のタイミングでもう一回するっていうことが、まあね、なかなかできないまま契約満了という形になって、これってなんかすごくね、まあ、ピッチに出てプレーをして、それでダメだったらしょうがないんですけど、この、ね、怪我をずっとしててなかなかサッカーができない状況で契約満了っていうのは
どんな気持ちだったのか。まあそこはまあ、プロである以上結果が出てないっていうのは、まあ、あったり、まあ、数字に言いましたら全然ゼロっていうので、うんまあ、もどかしさはありましたけど、うん、そういう結果が出ても、まあ、しょうがないかなっていうのは自分でも思ってましたし、うんまあ、怪我した本人が悪いっていうのも、まあ、分かってたので、別に何でしょう、まあ、悔しさはめちゃめちゃありましたけど、うん、絶対復帰したらできたのにっていう、うん思いはあったんですけど、まあそのそうですね、契約満了っていうのは素直に自分で受け取りました。そこのコメントでサッカーを諦めるつもりは1ミリもないっていうめちゃめちゃ力強いコメントを残して解決したわけですけど、でもこの時点で次にどこでサッカーできるかっていうのは全く決まってなかった。そうですね、はい、まあ まあ、約2年間とか試合出てないと、うん当然オファーも来るとは思ってないので、はいはい、まあ普通に考えたら、まあ、どうするかっていうのは分かんないですし、まあ何でしょうね、カテゴリー下げるとかいう選択肢もいろいろあったと思うんですけど、うん、まあでも自分の中で、自信だけはあったので、はいはい、でまあプレーを評価されて、契約切られたっていうのがちょっと、うんそういう他の選択肢もあるのかなと思ったんですけど、まだ自分のプレーをピッチで表現してないっていうので、うんまあ、諦める理由がないかなと思って、うん、それで、ああいう、コメントを出しました。なんだろう、アスリートにとってあんなもう2年ものリハビリ生活ってある意味ちょっと地獄みたいなところなのかな。ちょっと地獄を見た男は強いなって今聞いててもすごい感じちゃうんですよ。そうですね、まあでも、まあ、途中やっぱりリハビリの途中とかめちゃめちゃしんどいところはすごいあって、周りのチームメイトがすごいキラキラして見えたんですよ、はいはいはい、まあ、勝った時とかもそうですし、あと変な話、まあ、試合勝って勝利球入る人、はいはいはい、これでどっか行こうぜ、うんうんまあ、周りでどっかとかで話してて、うん、そういうのがすごいキラキラしてて、はいうん、めちゃめちゃ、まあ、しんどくて、うんまあ、本当に挫折しそうな時もあったんですけど、うん、でもなんか一つそこで、まあ、前向きになれたっていうか、あれはまあ、自分より大変な思いしてる人なんて絶対いっぱいいるだろうなと思って、うんなんかでそういう人たちが、まあ、例えば病気になって、まあ、サッカーも一回 J の舞台に戻ってきてる人もいるし、うんまあ、サッカーに限らず他のスポーツでもいるので、うんうん、その人たちに比べたら、まあ、自分の怪我なんて時間さえかければ復帰できるんだからっていうふうに考えて、それで前向きにはなりました。大宮はね、塚本を対戦したね、まあ、サッカーがやりたくてもちょっとできなくなってしまってっていう選手もいるし、だからこそまた自分はサッカー直せばできるんだっていうところが、そうですね、はい、自分の場合はもう、まあ、100% 絶対できるので、うん、ピッチ戻ってこれるので、だから逆にここで諦めたらそういう人たちにとって失礼だなっていうのがあったんで、そういうのをなんか考えてたら落ち込んでる場合じゃないかなっていうのを思いました。そしてまあ、J リーグをまあ契約、ね、満了になった選手たちのための、まあ、なんだろうトレーニングであり、まあ、そのキャンプであり、まあ、リバックプロジェクト、2012年に参加することになったんですが、あれ参加を決めたっていうのはどうしてですか？そう、あれは、まあ、まず、まあ、サッカーを、単純にサッカーをする場所がないといいますか、うん、やっぱり次のチーム探せにしてもコンディションを作らなきゃいけないっていうところで、その時も自分は家の周り走ってたのはその程度で、まあ、あとはちょっと大宮のアカデミーの方、うん、中学生たちにちょっとサッカーに入れてもらったりとかもしたんですけど、まあ、限界もありますしっていうので、ちょっとそういう話を、いただいて参加することにしました。まあ、そこから、まあ、SC 相模原の練習生になるわけですけど、まあ、練習参加決まった時ってのはどんな気持ちでした？そこはもう本当に素直に感謝しかなかった。やっぱりまあ、なかなかこういう、ブランクがある選手を、うん、受
け入れるっていうのは、まあ、チームの方にとっても、なんでしょうね、まあ、そんなプラスになるとは限らないことを受け入れてるってなかなかないと思って、そこは本当にありがたいです。高木拓也前監督とは、大宮時代に、まあ、監督と選手という立場ではあったんですけど、一緒にプレーというかは、なかなかできなかったそうですね、まあ、リハビリしてたんで、直接グラウンドでっていうのはなかったですか。まあ、その、まあね、まあ、ある意味、運命的な再会をして、SC相模原とプロ契約を、まあ、することになったわけですけど、ここで、まあ、なんだろう、改めてサッカー選手としてもう一回キャリアをスタートさせるんだって、その強い気持ちっていうのがありました。それはもうめちゃめちゃありましたね。うん、リバック、行ってた時も、本当に、たくさんの人から応援とか、まあ、あとはリバックのサポートとかめちゃめちゃしていただいたんで、本当にここから這い上がらなきゃなっていう強い気持ちはありました。そして、まあ、もう誰もが忘れない、まあ、本当に J リーグの公式戦に出場するのが実に2年半ぶりにピッチにこう立つっていうのは、その時の思いってどんなものがあったのかなって。それはその時は、あんまりそういうことは考えてなくて、久々だなっていうのもあんまりなくて、これは多分1点ビハインドで取ったと思うんですけど、とにかくまずは1点取って、うん、その試合に勝つことだけを考えてたんで、なんでだから変に緊張とかも久々だから緊張してるっていうのもなくて、まあ、ただ、勝つために動かなきゃなっていうことだけ考えてました。後半の頭に、まあ、その試合、まあ、0-1 でリードされていたので宇治野選手に投入されて、でその、まあ、後半始まって、まあ、早々というか10分にミドルシュートが決まったじゃないですか。もうとんでもない挨拶だったんですけど、あれは狙ってたんですか。ちょっと風もあったっていうのも考えてて、はい、あとは、まあ、やっぱりシュートを打たないと自分のリズムできないなっていうのを思ってたんで、はい、多分その前に1本外してるんですよ。打ってましたよね。はい、で早々にこう1本、はい、まずかましてます。あれでも、割と、ちょっと感触が良かったんで、はい、でまあ、たまたまああいう、ゴール決めると、まあ、浮いたボールがあって、これいけそうだなと思って振ったら入りました。もうあれどうするサッカー人生でもあんなゴールってなかなかないんじゃないですか。多分一番なんでしょうね、すごいっていうか、まあ、そもそもあの距離はないです、ね、いやでもやっぱそれは2年半その怪我をしてなかなか出れなかった思いとか全てがなんか乗っかってなんかこう吸い込まれたような気もするんですけど。そうですね、なんか終わった後に結構いろんな人が連絡してもらったんですけど、本当に今おっしゃって、そういうこと言ってもらいました。ああ、うん、まあ、そしてね、それで同点に、まあ、追いついた後42分に、次は右サイド右のところで船山貴之選手が折り返したボールを藤島選手が合わせて2点目勝ち越すわけですけど、あのシーンってどうなんですか。あれは、まあ、思ったよりボールが流れちゃったと。風で、はい、風で、うん、でその船山選手も、まあ、結構ギリギリのところでっていうので、まあ、ちょっと最初は、ディフェンスとキーパーの間に流してもらおうかなと思ったんですけど、はいはい、うん、まあ、そのボールが流れちゃったんで、うん、これ動き変えなきゃなっていうので、うん、まあ、ちょっとマークを外すっていうか、まあ、あえて止まってっていうんですかね、うん、それでマークを外す形で、だから意外と冷静に考えてたんだな。ですよね、はい、相手がもう実はゴール前に戻っていくところで一人ちょっとこう止まってそのズレが生まれてフリーになってる感じっていうクロスをね。でもあれ結構難しいボールですよね。そうです、とりあえずミートするのと吹かさないことだけは意識しました。いやすごかったね、第3節でテーバジャーロ宮崎戦にもう勝って、まあ、本当に新相模原の新たなヒーローになったわけですけど、実際の相模原祇園スタジアムでの空気感みたいなのはいかがで
かがですか。その2点目を決めた時に、うん、すごい、まあ、歓声がバーってなって、うんうん、その時に、なんだろうな、まあ、なんかやっとピッチ戻ってきたなと思いました。はい、なんか、その出る時はそこまでも、まあ何もこう、なんだろう、そこまで考えてたけど、あれを、あの歓声が入ってきた瞬間に、はい、本当サッカー選手まで戻ってきたの。本当にそんな感じで、あのやっぱり、ゴールを決めるっていうのが自分の仕事だと思ってるんで、うん、ああいう、なんでしょうね、歓声っていうのは自分の本当に力になっているので、それが、まあ、2年半ぶりに聞けてというか、そこで本当に初めて実感が湧きました。でも あまりにも鮮烈なデビューすぎて、次からめちゃくちゃハードル上がるって感じありますね。まあ、ちょっと多分あったとは思うんですけどでも、まあ、次の試合にいいパフォーマンスができなくても、まあ、正直、まあ、ブランクもあるしっていうので自分に言い聞かせたんで、変に自分にプレッシャーは与えずに、そんなんできなくてしょうがないでしょっていうぐらいのモチベーションぐらいになりました。まあ、藤沼選手のね、活躍っていうのは多分多くの人に多分勇気を与えてると思うんですけど、実際これからサッカー選手としてどんな、なんだろう、夢を、まあ、切り開いていきたいなって。そうですね、まあ、やっぱり、選手であるから以上上を目指したいっていうのはあって、まあ、今の、時代やっぱりこう下から這い上がって、J2、J1 そしてその上の、まあ、日本代表とかっていうのは全然その不可能なことではないと思うので、なんでやっぱり自分の最終的な目標はやっぱり日本代表に入ってプレーをするっていうところになります。まあ、どのね、左の前十字靭帯、まあ、断裂損傷から這い上がって日本代表になる、まあ、もしかしたらいやそんなの無理だよとかできないよっていうかもしれないけど、できる、ある意味信じてる。そうですね、まあ、できないっていう根拠がないですし、はい、何でしょう、まあ、自分自身諦めも悪いっていうのもありますし、まあやってみるだけやってみようって思います。いやね、まあ、やっぱり言葉、やっぱりそのいろんな経験を積み重ねたからこそのこの藤沼選手の言葉は本当に強いし、多分これをご覧になっている相模市の皆さんも本当応援したいなとますます思ったんじゃないかなと思います。改めて、まあ今シーズン、まだ、シーズン続きますけれども、藤沼選手どのようなシーズンしていきたいなと思いますか。まずは、J2 目指してっていうのは、まあ、前提として、あとはやっぱりフォワードなんでチームを助ける、まあ、ゴールっていうのをどん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 、決めていきたいなと思います。まあ、藤沼選手のゴールでちょっとチームをね、上に上に導いてほしいなと思いますので楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。藤沼拓夢選手でした。これからの活躍も期待したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。